配信頑張って、まあ頑張るっていうかまあね、まあ余裕がないよな、いろいろな。心も懐もすべて余裕がないんで、まあ頑張るよ。いやー疲れたなー、マジで。ゆっくり風呂入りて、ゆっくり、あ、近くに銭湯11時とかで終わるな。一応最後24時間やってる場所だったらカプセルホテルで、サウナメインで風呂場浴槽ね、なんか風呂が 2,3 個ある場所あるんだけど、商店街のところあるんだけど、そこ高いんだよ。12時過ぎると、3時間で1700円かな。で朝の5時から12時夜中のね12時まで入りたい放題で2000いくらって書いてあったような気がするな。2400円とかだけど、まあ、12時まではだからなんだけど、高いよね。そうそう、レインボー高いよ。俺にとっちゃ、いや、風呂あるけど浴槽入れねえんだよ。浴槽湯船が、そうシャワーなんで、もうパチ屋のコメントも飽きたよ。飽きた、くだらんから。亀仙にいらっしゃい。まあ前のところもそうだけどな、俺シャワーだけだったから。今、後ろの家映されてますが、肖像権侵害です。画角変えてください。え？家に肖像権はあるの？ちょっとわからないんだけど、僕がね。家に肖像権、聞いたことがないな。わからないけど、あるかもしんないよ。つまらないコメント読んじゃったな俺、つまらないコメント。なんか下手になったよな俺、思うけど。なんか放送ね、3月4、5、ね、やらない日多かったから、ボケてきてんな。よいしょ。まあ、もう、トーク内容もなかったしな。まあ、ずっとない中やってんだけど、ないよな、特にな。疲れてんだよ。体疲れてんだよ、この、ほんと、一週間、今週は。じゃあ、いらっしゃい。疲れちゃってて、ほんとに。休んでも、一日休んでもさ、疲れが取れないってことは、あれだもんな。相当だよ。面白いね。ないねー。ない。体調不良になりそうで、梅雨時期は。だからなのかな。
疲れが取れん。本当に。ちょいらっしゃい。年なのかね、ただ単に。年で疲れが取れ、抜けにくくなったのかな。でも今週からなんだよな。先週とか全然平気だった。先週、先々週。あと喋りづらいな、なんかしんだけど、うん。歯がねえから。慢性的な疲れなの。まあみんな仕事してるからもっと疲れだろうな。お酒、まあ、飲まないから、そんな。でも酒の疲れは抜けてるような気がする。うん、金なんか十分貯まってないよ。支払い回してんだって、本当に。俺、本当にさ、積んでんだからさ。まあ、俺より積んでる人はいるよ。世の中、いるけど、俺相当積んでるよ。みんなから見たらさ、相当積んでるわけだよ。マジで。うん。ただ、ね、刑務所から、ね、刑務所から外に出されただけだからな。払う。まあいいよ。だから言っても無駄なんだよな。そうやって真実を。言っても無駄。うん、まあ次でも、まあもうすぐさ、木更津の家関西縛るから、まあそうしたらとりあえず、次がな、木更津は大してなかったからいいけどさ。全部でも払ってからダメじゃん、結局。うんね、マークアップの返金なんかないわ。全然連絡はそんなの。そういう噂話ばっか。うん、福岡で何してた？福岡何もしてないよ。何もしてない。福岡も何も、もう頭おかしいんだよ、福岡。福岡行った時も福岡行く前もそうだけど、うん、福岡楽しかったというか、まあ、そのコロナで、ね、コロナでさ、もう店が閉まってたからほとんど外でいつもまああんま面白くなかったか。まあその時の彼女と過ごしている時は楽しかったけど、うん、家賃に滞納を完済してもブラックは簡単に解除しない。なんか、その、完済し終わってから何年間かってあるらしいね。なんか誰か、この前コメント書いてたけど。でもまあ、どちらにしろ、ね、完済しなくちゃいけない部分ってあるじゃん。だからまあ、払っていくよ。地道に。7年か。まあね、まあ7年後はもう6、ね、50、いくつ ?53 か。アメゾンのやつはまだ払ってない。いや、とりあえず次、木更津終わったら民事払って、その次にアメゾンから。リーチャルの粘着質な性格はどんどんさらそう。なんかあの人他の、人からも、なんか女性からも嫌われてるらしいね。若い女性からも。割れとるかな。金梅仲直り、仲直りというか金梅はもう絶縁、別に解除するよって言っても、俺は。俺から勝手に絶縁って言っただけだから、うん。あ、緑の特命さんいらっしゃい。
深夜帯は放送やんない方がいいな。昼間にシフトするか、放送時間。昼間。午後ぐらいから夕方ぐらいまでとかは、ありにくいよね。ありにくいっていうか、まあ、面白い人もコメントいるし、まあ、夕方ぐらいは良かったよな。まあ、とりあえず収益化できるサイズでやらないと、ダウナー、まあ、しょうがないよね。正直。その、お金のことに関しては、ね、返済してあるとか、もしくは家を借りるために貯蓄するってこと考えても、その、ね、投げ銭できるサイズならば、そのチャンスはあるじゃん。わか、ね、入ってくるかわからないけど。追加収益、まあ、あと半年ぐらい。そうすれば、まあ、とりあえず考えてくれるっていう。猫横切った。そう、猫、ここらいいんだよ。いっぱい。ここのところは、2、3匹いるんじゃない？あ、TikTok はね、なんかね、アンチコメントみたいな気をつけばいいよ。なんかすぐバンになるから。配信者もそうなんだけど、すぐバンになる。うん、誹謗中傷コメントとかもそうなんだけど、TikTok は。配信者ももちろんそう、誹謗中傷とか。怒ったりとかそういうのはまあ危ないよ。大声出したりとか。知恵のあんまいらっしゃい。ツイキャス復活すれば、まあどうなんだろうね。ツイキャスってなんか投げ銭がいっぱい飛んでるって感じ、イメージがあんまないからな。痛えな、ずっと。ふわっち言えば、イギリスとかパイセンに興味持ってた、俺別に浜、ふわっち A 版だよ、俺。ニコ生ふわっちポコチャ版。A 版な。ヒロ会長いらっしゃい。あ、首がすごいね、これ。また肩こりみたいなしてるよ。M いらっしゃい。そうそう、蚊がやだよ。蚊だけだよ。蚊だけ。はぁ、なんかねえかなぁ。これから、まぁ、どうしよう。まぁ、とりあえず、TikTok ライブやるためにね、その、なっけ、ライバー事務所に入ったから、うん、まあそこでとりあえず、規定内の、最低限規定内の、その配信時間とか1ヶ月あるんだけど、まあそれはとりあえずやって、で、YouTube ライブ始めていく。うん、で、まあね、民とかで差し押さえ食らうとか食らわないっていう話があるけど、まあ、どちらにしろ払わなくちゃいけないものじゃん。次どうせ民事のお金払おうと思ってるから、まあ、どちらにしろそれで、まあ、ね、収益化できるんで、できるつか入ってくるならば、それでまあ、民事の金払っていくっていう形かな。そうじゃない、しょうがないね。で、まあ、元のね、昔のニコ生時代とか、ツイキャス、昔ツイキャスやってた時とか、ふわっちやってた時みたいに、ね、配信が普通にできればなと思ってるけど。うん。まあ楽しくやってたんでね。